はい、やっていきましょう。いきなり野生戦闘からです。はい、ついに金色のチリタリスゲットします。はい、やっと出てきましたよ。もうね本当にこれさ、サーチでさ出てくんのって思っ、疑問に思うくらいね、連鎖させてるんだけどね。これ峰打ちいねえんだよ。しゃ捕まえたぜこの野郎、チルッと。いやーでも今作はほんと出やすいね。よっと、ニックネームはつけないよ。つけないタイプです、自分。はいはい、とですね、サーチはですね、はい、322、これは0から始めたので322連鎖目で出たってことです。はい、いやー疲れたもうこれほんとつらいわねえ。やばいやばい、チチチ、操作しづらいんだって。自転車の圧力、これカメラ越しで、そ、自転車操作すげえむずいんだけどこれね。やばやばやば、やったー、やっと捕まえたよ。お疲れ様です皆さん。よいしょで、手持ちに秋が2匹いて、もうなんかチルッとチルトリス進化しちゃったんだけどねこれやばない。ちょっとボックス整理しようか。よいしょ。あ、このガルーラはもうなんか適当にあるやつやな。ちょっと待って、ワンボックス分これ埋まってないか。いらないこれ。ボケルス映ってんじゃん、もう。ちょっと待って。さあ、そうそう。XY で入手した色違いだよね、これ。まあ、たまたまの、あれやな。あ、このボーマンダは、特殊型ボーマンダ。まあ、両刀ですね。もう、もうマジで。チルト多すぎでしょ、俺捕まえまくったぞ俺。チルット、これにして、これにして、チルトが至る所のボックスに分散されてるし、やばいね。ああもう一匹いたことにやろ。このチルト捕まえたやつ全部3分以上なんですよねうん、このチルトはどこや。 OK、 いない。あと4匹。2匹だった。やべえ、全部
チルトが待てよ、ほらもうこれ全部3分以上だようん、3分以上落ちるとやばいね。ちょっと待って、これないやろ。生意気、せっかち、控えめ、のんき、頑張りや、無邪気、やんちゃ、冷静、おとなしい、照れや、臆病、ずぶとい、うっかり、気まぐれ、控えめ、寂しがり、能天気、生意気、勇敢、違うわ、真面目、素直、おっとり、わんぱく、能天気、陽気、ずぶとい、おだがや、照れや、やんちゃ、頑張りや、いじっぱり。はぁ、このチルトどうしようかな。この3 このチルトダメです。このチルトダメです。移動します。このチルトは特別性だよ。やばいね。いや、やったよ、捕まえたよ、金色チルト頑張った。いやでも本当300連想ぐらいでいけるなら他のも粘りたいぐらいですね。でもどうせなら80から120ぐらいで出てくれ。300、あ、もう当たりまでいくのつらいよ本当。もうもどれだけあのゴールドスプレーとか無駄消費したことやら。あのね、なんか草むらね、勝手にポケモン出たりするとね、リセットされちゃうんだよね、連鎖が。だから念のためゴールドスプレー使ってたんだけど、ものすごい消費したからね。もう、つらい。いやー、頑張った、頑張った。いやー、頑張った。あ、これきつい。いやー、きついですわ。きつい。よし。手持ちをちょっと飽き作ろうか。ちょいちょいこっちゃう。クロバットちょっとカメラずらす。並びはもういいや、こんなもんで。まあ前置きはこのぐらいにして、ラスト2パートぐらいはね、チルタリス編を送りたいと思います。もうそろそろ飽きてきたんで、動画出すのにね。まあまずパーティションを行かすか。よし、はい、チルタリス、まあ HC 物販ですね。まあ、流星群大文字ハイパーボスパワースワップですね。まあ余裕があれば流星群打った後にね、パワースワップで交代することできるんで、まあうまくつなげれればいいかなという。クロバット、まあ、特にね持たせるものがね当てがなかったので光の粉にしました。それだけ、まあ挑発要因ですね、簡単に言えば。まあ、ニューラ。まあ、あれ、ね。ケダグリつぶってレイパン畑を通す。テンプレ。闇ラミ。はい、こいつはね、地雷闇ラミでございます。ひたすら急所に当たり続けるようなやつです。XY でね、の方でも言ったかと思いますが、もう3連戦で、3連戦、もう、闇ラミ出したんですけど、3連戦とも全部急所で死にました。はい、しかも2発目という確定で、うん、2発目急所が3連戦続いたんですよ。それ死んだ、ふざけんなっていうね。認む、図太いですか。まあ新しく作りました。はい、まあテンプレです。ハッサム、はい、テンプレです。はい、はい、いきましょう。全部だ、3戦かな。
このパートで一戦した後に、このパートで一戦した後に、次のパートで二戦して終わろうかと思いますんで。いやー、ほんと黄色のチルットマジで出ると思わんかったわ。いや、俺運ないからね。300ってもうマジ運ないわな。かかった人でも200くらいだしね、大体。でさ、なんか今作さ、インターネットつながりにくくない？なんか時間かかるっちゅうか、なんちゅうかね。俺だけかな？ XY の頃スラッスってね、なんかすぐつながったんだけどな。長いんだよ。ちなみにメガチルトリスね、うまく立ち回らないと死んじゃうんですよ。すぐ火力ないんで、メガ進化しても。はい、なんでね、メガチルトリスは一戦だけは絶対出すという縛りつけるんで、うんね。あれ見つかんないな。BGM 書いてね。16ってなんだ。あれ見つかんないね。何かゲーム発売されたか。いや、でもこの時間帯なら大丈夫はず。ちょっと待って、レイトの差が160ぐらい差あるんですけどね。これどうしたらいい。俺が負けてんだってんの。リザード、ゲンガー、新しいメガ進化枠、メタグロスぐらいか。これちょっと勝てる気ないんだけどね。チルダー刺さってないんだよ、これ。マニューラも刺さってはないかな。マニューラの S 低いから、ちょっと190でしょ。ゲンガーメガ進化したら抜けないからね。確か。くっすーだわ。ミトムも刺さってない感じかな、これは。いや、ミトムはワンチャンあるっていうところだね。ミトム、そうだな、ミトム、ヤミライン、マニューラぐらいかな、これは。とりあえず、ヤミライで見よう、すみ。で、ミトム、マニューラ、これだっけ。チルタレス、無理。なんか、3D に入ってたクソ野郎。いつの間に。ちょっと上げた方がいいかな。鬼ビアみたいな、何か交代してくるか、これ。まあいいや、鬼ビアの手出し鬼ビしとくか。闇闇対策ぐらいはしてるはずだが、相手は。メガ進化。爪技ある、もしかしてこれ。爪研ぎとか。爪研ぎ覚えるからね。なんか知らんけど。は？でもこれ終わっとるやん。もうこの闇レミマジクソだわ。見てみ。2発目急所当たってみようか。だろ。マジでクソだわ、それクソ。ゲンガーだな、これ。ポリツーか。ポリツーなら、やば。いたずら心トレスされちゃった。あ、
あのね、もう何これね、意味わかんないんだけどね、これ。テストダメージ数か、おにぎり。やっと当たったよ、この野郎。命中85とはさすがに2連続外しはないわ。ねえ。いって、お前な。挑発持ちのポリ2は見たことないから自己再生いっかな。自己再生で。クソ野郎。今、被爆起こんなよ、お前。もうダメだこの闇闇、マジダメだわ。ちょっと待って、この闇闇マジ外す。次のパートで外しておきますね。もう こいつにお仕置きしておきます。はい。あー、ちょっと嘘でしょ。もうマジこの闇闇ないわ。死んだ、九州じゃないけど死んだ。しかもいたずらここ取れされてるし。うわー、ないわこれ。もう認むしかないやん。認むで頑張るしかないわ。なんやねんあいつ。さあ、この新しく作った認むは自覚あるんでしょうかね。試してみましょうか。引っ込めることはないか、さすがに。ああ、これは嫌な予感する。自己採だな。痛い痛い。やっぱ徳島方面。あー、自己最高、あれ来るな。ちょっと待って、これも、マジ無理だわ。うわ、いたずら心トレースされたのがすごい、これ痛い。痛すぎるな。あのね、一言言っていい？ポリツーの、あの、XY 時代の、あの、技構成ならば、闇闇で突破できるんだよね。言っとくけど。俺、瞑想持ってるからさ、あの、闇闇ね。自己再生して、瞑想積んで、特防も上げて、っていう感じでやっていこうかなと思ったんだけど、あれないわ。ねえ、もうないよ、本当にね。俺、これ電磁波じゃないのか。これラッキーだな。耐え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 。あれ結構。ここは、奇跡落とされたってこともあって、電磁波最後負けに来る可能性があるので、見てもらったします。OK。ポリツは突破。しかしメタグロスと、もう一体何かいるよ。何がいる？ガブか。ここでガブ出してくるってことは、ラム持ちだな、これ。ラムガブ。俺の予想。ラムガブ。だい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 。でも入れ替えるわけにいかない。マニューラ耐久ペラペラだからね。もうダメだこの見た目も。外そう。ダメだわ。さすがに鬼火外しのパーティーだな、これ。最悪やわ。まあいいや。あのね、黄色のチルットを手に入れただけでももういいです。運使い果たした感じ。予想通りですわ。それか知ってる。もうこの場面で出てくれってことはあれだか、あれしかないから。あ、測ってたわ、俺。うん。だよー。このパーティークソだわ。もう、ミトムと、ヤミラミはもう、絶対もう、お蔵行き、ボックス行き、確定。ダメだわ。働かねえんだもんな。クソだわ、マジで。いいよ、お答えされても。レイパン。あのね、メタグラスの B。高いのどれだけ高いか知ってる？マニューラじゃ無理だぜ。終わった。あのね、これ相手の今のパ手持ち構成からすると闇闇が自覚あればこれ勝てた。勝てた確率大。めっちゃでかい。
マジクソだわ。もう最悪やなこれ。いやもうないわ。マジで XY の頃からもうほんとクソのように自覚ない闇闇に使ったらほんと ORS でもダメなのよね。オメガルビアラファサワイア。クソやろ。もうマジ闇闇外すわ。もうダメだ。こいつもやばい。ダメだ。今度闇闇呪ってやがる。もう呪っ。うわ、もうマジこの闇闇ないわ。うえ。この闇闇やべえ。何これ。うわ、気持ち悪い。やばい。やばい。バディコスは届かれておきまーす。うわ、もうこの闇闇クソだわ。ちょっと待て、これ。視聴者さんはどう思う？この闇闇見て。ねえ。この闇闇見て、どう思うかコメントしてください。お願いします。頼みますよ。お願いしますよ。と言ってもコメントしないのが、の皆さんだけどね。うん。あのクソの闇闇なんだよね。ほんまもう、あれ、赤い。まあ次回行きましょうかね。はい、次回パティ変えていきます。